うございます。たくさんのコメントや高評価、こちらも本当に本当にもういやマジで本当にありがとうございます。今回もいただいたコメントの中からいくつかお答えしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速いってみましょう。まずはこちらの質問から。改造プラレールが作り終えそうにないときはどのような対処をしますか。マモさん、いつもありがとうございます。これね、何かを作り始めてやって間に合わねえってことがほぼほぼないです。はい、今思い返してみてもんなことあったかなみたいな感じです。これね、なんて説明したらいいかな。まあそもそもね、こう毎日毎日 YouTube のことばかりやってるわけでもなく、他にもいろいろやりながら空いた時間でプラレールいじってみたり、動画の編集をしてみたりしてるわけですよ。まず自分のスケジュールを把握して、そこからじゃあプラレールにいじれる時間がこれぐらいあるから次はあれ作ろうかなとか、あんまり時間が取れなさそうな時は改造以外のパロディ動画とかレイアウトの動画をどっかで挟んだりして、改造に使えるための時間をなんとか作り出してます。あとね、生放送も助かってきたな。月1だけど動画が上がらない週があると、そこで2週間分ぐらいの時間ができるので、もうここの時間がねめっちゃ貴重なんですよ。こういう時間使って試し合を仕入れに行ってみたり、美容院行ったりマッサージ行ったりもするんですけどそのまま余裕ぶっこきすぎてね、結局また毎週バタバタするという。朝まで編集してましたとか結構あるあるよ。でも仕上がった時の達成感っていうか、まあ、ただの自己満なんですけど、その瞬間がたまらなく好きなのでまだ頑張れそうです。はい、そんなことも踏まえつつ、毎週日曜午後3時ビバプラレールをお楽しみいただけたら幸いですので、今後もどうぞよろしくお願いします。続いての質問はこちら。改造プラレールってずっと保管してるんですか。武蔵野八王子さん、ありがとうございます。はい、あります。いや、100% じゃないんですけど、ほぼほぼありますね。はい、いや、ここでね、ほぼってなんじゃいと思われた方もいらっしゃると思いますが、例えばもともと東西線として改造したものが千代田線にリメイクされたとか、南紀が飛騨にリメイクされたとか、そんな経緯もあるので 100% 全部とは言い切れないです。決して捨ててしまったりとかなくしてしまったりというわけではありませんので、ご安心ください。はい、そうね、改造車両を作った時に最後にちょっと走行動画があるんですけど、そこでね、昔作った関連する車両があったりすると一緒にしれっと走らせたりもしてるので、ぜひそのあたりもチェックしてみてください。続いての質問はこちら。2倍直線レール100本の設営にどれくらい時間がかかりましたか。鉄道&コモフレ大好きチャンネルさん、いつもありがとうございます。これね、実はそんなに時間はかかってなくて、レールをつなげるだけだったら大人が3人で約1時間かかってないかもっていうくらいです。本当はね、山のてっぺんから麓までつなげたいんですよそうするとね、2倍直が2、3000本必要なんすよね理想なんですけど、例えばね、何月何日何時からって日時を決めて、佐藤塩沢スキー場でみんなでレールを持ち込んでどこまでつなげられるかなとかできたら楽しそうだなと思ってさ、そんなこととかもね、全然やりましょうとか言ってくれる素敵なスキー場だったので、マジでみんな来シーズン遊びに行きませんか。あと YouTube やってる人、他のお客様に迷惑なことさえしなければ撮影も OK らしいので、ぜひ。てかね、ここだけの話、本当にね、あの辺のスキー場じゃ超穴場でいつも空いてて、あんまりね教えたくなかったのよ。だってさ、遊びに行く分には空いてる方がいいじゃない。
ただガラガラすぎたがゆえにマッキーの大好きだった山小屋がね一つ閉店してしまったんですよね。もうそれがすごく残念で、しかも去年雪不足で今年はコロナ禍でしょ。このままどんどん寂しくなっていつかなくなっちゃうんじゃないかなとか、まあさすがにそこまではないにしてもさ、もうちょっと賑わってもいいんじゃないかと。チャンネル登録5000人ぐらいのしょぼいチャンネルじゃ何もできないかもしれないんですけど、一人でも多くの人に佐藤塩沢を知ってほしくてあの動画を作ってみました。でもあの本当にね、来シーズン佐藤塩沢で何かやろうとは思ってますので、スキー、スノボやる方もちろん、雪の上でプラレールで遊んでみたい方も、うちも動画撮りたいよっていう YouTuber の方もぜひ佐藤塩沢へ足を運んでいただけたら嬉しいです。マッキーももちろん遊びに行きますので、来シーズンは佐藤塩沢でマッキーと楽しみます。ちょっとみんなに相談なんですが、顔の帯を少し運転台にあげるといいですよ。人気感謝さん、本当本当いつもありがとうございます。そう、これ前回の動画ですよね、頭部2万系の帯なんですが、実はね、帯がこの高さになっているのには理由があって、頭部2万系って横の帯と同じ高さで顔にも帯がかかってるんですよね。なのでこのまま行くと顔の帯の位置も必然的にここになる。あと帯できたっていうコメントもいただいたんですけど、マッキーもねこのコメント見た時に、あーやっぱそっかーって思ったのよ。でこの帯のサイズもプラレールのここのサイズに合わせた帯のサイズだったので、ちょっと悩みはしつつも、プラレールのサイズの帯をプラレールの帯の位置にシールで表現してみたんです。でここでみんなに相談なんですが、帯を細くしてちょっと位置を変えてみた後尾車があるんですけど、この先頭車と後尾車どっちがいいと思う？ちなみに後尾車シールの位置変えるとね、側面こうなります。ちょっとずれてんだけど、どうかなと思って。もしかしたらさ、今後も同じようなことがあるかもしれないので、ちょっと相談させていただきました。このね、プラレール感を重視して先頭車の方がいいっていう方も、多少ずれても実車に近い方がいいっていう方もコメント欄で教えていただけると今後の参考になりますので、ぜひぜひ皆様のご意見お待ちしております。以上、今回の裏プラレールいかがでしたでしょうか。他にもたくさんのコメントやご質問紹介しきれなくて本当いつもすいません。そんなあなたのために、次回4月25日日曜日15時からは生放送を予定しております。どうしてもマッキーに聞いてみたいあんなこと、どうしてもサブローさんに言ってやりたいこんなこと、個人情報以外ならほぼ NG なしで何でもお答えしますので、お時間のご都合のよろしい方はぜひぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。それでは次回4月25日日曜日15時からの生放送でお会いしましょう。マッキーでした。